はい、どうも皆さんこんばんは、斉天満です。今日もよっち村やっていきたいと思います。よろしくお願いします。よっち村もね、もう半分以上が終わりまして、結構いい感じに進んでおりますね。で、よっち村を攻略すると、まあ何度も言ってるんですけども、真の裏ボスが出ると。で、真の裏ボスを全縛りで倒した人っていうのは、配信者っていうのはいないんでね、それをちょっと目指していくという形になると思います。やっていきましょう。追加されたのがラダトーム城で、ここが追加されてないか。まあとりあえずラダトーム城から行きたいと思います。よろしくお願いします。1個抜けてますね。取ってないのがあるんでしょうね。ラダトーム城といえば、これ3つ目に出てるんで、難易度は結構高いんじゃないかなと思います。あー、来た、これこの BGM ですよ。リリ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 、喋らない。王様は何か言いたそうにこっちを見ている。まあ旅の方、よく来てくださいました。私はラダトームの王城の王子よ、ローラ。お、ローラがもう救出されてますね。なのに勇者がいませんね。まあ旅の方、よく来てくださいました。ローラ、どうかお話を聞いてくださいませ。先日ラダトーム王であるお父様の前に時の破壊者となる者が現れ、声が出なくなる呪いをかけていったのです。お父様はこの地で復活の呪文を捧げることができるただ一人のお方。このままでは勇者様は旅を続けられます。リアルの話をしてるんですね、これ多分。物理的な話をしてるんでしょうね。私はお父様を助けようと、城中の薬や魔法を試してみましたが、一向に治る気配はないようです。魔法を試してみたって言ってるけど、ドラクエ1の回復魔法って、ベホイミとかまで、ベホマぐらいまでしかないんだよな。残る手段は一つ、一さじ舐めれば、たちまち七色の声が出ると言われる七色の蜜を使うしかありません。古い伝承によれば、七色の蜜は世界に真の平和をもたらすものこそ手に入れられるとか。七色の蜜。この世界ののみならず、あなたたちの世界をも平和にしたとき、それは手に入るかもしれません。あー、ニズゼルファ倒した後に来いってことなんかな。だから、実質的に先にこの真の裏ボスを倒すことはできないっていうことなんだと思います。ニズゼルファの後じゃないと、真の裏ボスには挑めないよってことなんでしょうね。王者のマントがもらえると。七色の蜜っていうのは、ニズゼルファが落とすんじゃないかなと思ってるんですが。こんな頼みを受けてくださる方がいらっしゃるだなんて。わずかの手がかりしかありませんが、二つの世界を行き来できるあなたならきっと見つけられるはずですわ。なるほどね。王者のマントってのは装備できませんが、まあとんでもない防具なのは間違いないと思うんですけど、まあ装備できませんが、まあ、とりあえず、これ120ゴールドと、銅の剣だっけ？命の木の実か。これはちょっとありがたいっちゃありがたいな。だから、実質的に全部をクリアした後に、このラダトームに戻ってこいってことでしょうね。最後の地をラダトームにしたってことですね。つまり、ドラクエは。エニックスは、最後の旅の扉の攻略をラダトームにしたってことだわ。まあ、ここは最後にまた来ましょう。いや、これなんか熱いな。この演出は熱いです。バラモス城。その後のバラモス城っていうのは多分3の勇者がバラモス城をクリアした後ってことでしょうかね。ちょっと難しそうですね。他は？サンタローズの村か。サンタローズの村は先に行きます。難しいのはちょっと後に回そう。サンタローズは、雪の町だっけ？いや違う。勇者の出身地だ。パパスの生まれ育ったところですね。サンタローズね。みんなどうした？寝てるが。パパスさんがこの村に帰ってきた途端、急にみんなが風邪ひいちゃってさ、一体何が起きて？パパス。パパスいる。パパスが死ぬ前ってことか。ってことは、勇者もいるんじゃないか。もしかすると。ああ、何もないと。サンチョさんね。ブアクション。すみません、旦那様にご用ですか？ただいま風邪で寝込んでおりますので、お会いにはなれませんよ、せいぜい。この通り、高熱で動けず、旦那様を解放すべき立場にもかかわらず、この山中一生の不覚。旦那様が引いた風がとても強力で、この私だけでなく、村中の人間に移して猛威を振るっているのです。アウトブレイクですよ、これ。
インフルエンザとかそんなレベルじゃない。このままではみんな倒れ、サンタローズは滅びてしまいます。そこでお願いがあるのです。噂によるとどこかにどんなしつこい風邪でも治すという最強の風邪薬があるらしいのです。イブかな、イブ。旅の方にお願いするのは気が引けますが、もうあなただけが頼りなのです。最強の風邪薬を探してきてくれませんか。パパスの家で寝込むサンジから最強の風邪薬、何の手がかりもないんですけど、世の中には心優しい方がいらっしゃるのですが。てか俺も映ったんじゃないのこれ、大丈夫かな。最強の風邪薬がどこにあるのか全く見当もつかないのです。熱に浮かされている時、何者かの声が聞こえてきましてね。世界宿屋協定、立夏の宿屋。立夏の宿屋、立夏ってことはドラクエないんか。そこにある何でも取り寄せてくれる店で薬を手に入れようと。立夏の宿屋だって。立夏の宿屋に最強の風邪薬なるものがあるそうです。立夏の宿屋にはもしかしたらもう行けるかな。ドラクエないんでだと思います多分。大丈夫かババス、おっさん。おお、旅の方か。あまり私に近づかない方がいい。皆と同じように風が移ってしまうぞ。それにしてもおかしな話だ。友人に移された風が良くなった後、立て続けに風邪をひくなんて。このまま風邪が治らなければもう旅が続けられなくなってしまう。私の使命もここで終わってしまうのか。どうやら風邪にやられてすっかり弱気になってしまったようだ。こんな情けない父親の姿など息子には絶対見せるわけにはいかないな。誇り高きパパスも風邪には勝てないということでしょうか。みんなぶっ倒れてますね。だからこれご老人大丈夫なんかな。風邪って結構老人の人ちょっと危ないって聞くけどな。立夏の宿屋行けるかちょっと確認してみますか先に。なんかお使い的なのが多いなここまで。立夏の宿屋はここか。行けるかな。あ、行ける行ける、ちょうど行けますね。行きましょう。立夏の宿屋のイベントもあると思います。これ風邪薬は今のパパスのサンタローズのイベントのあれなので、立夏の依頼も多分あります。ルイーダ、ここはルイーダの酒場。旅人たちが仲間を求めて集まる出会いと別れの酒場よ。あら、あなた、ちょっと私の話を聞いてくれない。カウンターの裏側まで来てちょうだいと。立夏だ。よく考えたら私なんてただ宿王の娘に生まれただけの才能のない小娘。こんな私が宿王だなんて恥ずかしくて死んでしまいそう。もう宿屋なんて続けていられない。立夏様のことは心配。ロクサーヌね。立夏様のことは心配ですが、私まで落ち込んでいては仕方がないのです。スペシャルショッピングでございますわ。風邪をひいた村人たちの最強の風邪薬、まあそれは大変ですわね。お客様の希望は必ず叶えるのが当店のモットーでございます。最強の風邪薬を作って差し上げますわ。ただ誠に申し上げにくいのですが、最強の風邪薬、世界中の雫がどうしても必要なのです。持ってきてくださいませ。俺持ってるよね。この宿にはロイヤルルームっていうすごくいい部屋があるんだって。たまにはそんないい部屋に泊まってみたいわ。持ってる持ってる。世界中の雫持ってるぞ。ちょっと貴重品なんだけどな、世界中の雫は。それでは当店が責任を持って最強の風邪薬を作らせてもらいます。いや、次にいらっしゃる頃には完成していると思いますわと。タミフルかな、タミフルのことなんですかね。世界宿屋協定に認められたんだって。ここ9全然覚えてないから、またやってみるのもいいかもな。何回か不思議なことがあってね。まあまあ、とりあえず依頼聞いていくか。隣にいる立夏って子は私の古い友人の娘で、かの宿王グランプリで優勝を果たすほどの才能がある宿屋人よ。宿屋ってどういうことだ、ミスなんとかみたいなことなんかな。最近様子がおかしいの。一番大切な宿王としての誇りを忘れてしまったみたい。彼女を元に戻すには王としてのあり方を説くような本を読ませてみるのがいいんじゃないかと思って。王としてのあり方を説く本、なんだろう、王者のなんとかみたいな本かな。あなたには立夏が宿王の誇りを取り戻せるような本を探して持ってきてほしいの。わからん、なんだろう、宿王としての誇りを取り戻せる本。
王様論みたいな本なんかな。なんだろう、ヒトラーの本みたいな。ありがとう、私人を見る目には自信があるの。あなたならそう言ってくれると思ったわ。私の勘だけど、王のあり方が書かれた本は騎士道を重んじるような国にあるはずよ。騎士道を重んじるような国、この世界では聞いたことないけど、もしあなたの世界にそういう国があれば、そこで騎士道を重んじる国といえばどこだ、バンデルフォンかな。てか俺もう持ってる説ない、持ってないか、持ってないみたいですね。騎士道を説くような本、皆さんどこかわかりますか。バンデルフォンだと思うんだよな、騎士道ってことは。でもバンデルフォンはもう滅んでるからな、騎士道も何もないんだよな。うん、ここもちょっとお使い的な感じになったな。騎士道を重んじる、それか旅人のここを使うのかな。でも歴代のドラクエで騎士道を重んじてるような場所なんてあったかな、あったかな。まあ、この辺も、あー、8が全然進んでないですね。7は終わってるんですけど。あ、ライフコットか。じゃあ最後ライフコット行って終わりにするか。なんか冒険的なのがまるでないんだよな。6も1個出てないのありますね。多分無道の城じゃないかなと思ってるんですけど。誰だこれ。誰なんだお前。あ、ターニアいる。皆さん、ターニアがおります。我らがアイドル、ターニア。ドラクエナンバーワンヒロインと呼ばれたターニアが。あなたは旅人さんね。突然で悪いんだけど、私の話を聞いてほしいの。私のお兄ちゃんがね、村のお祭りで使う精霊の冠を買いに行って、ふもとの町から帰ってきたんだけど、お兄ちゃんどういうわけかおしゃれに、垢抜けて帰ってきたの。前は普通のお兄ちゃんだったのに。カリスマってもたはやされてるけど、あんなの私のお兄ちゃんじゃない。絶対偽物に決まってるわ。だから私何とかして偽物の正体を暴きたいの。旅人、どこかに偽物を暴くものがないか調べてきてくれないかしら。ラーの鏡かな、偽物を暴くってことは。確かにあれ6の主人公じゃないよね、あの右上にいる悪趣味なグラサンかけたやつ。ありがとう、旅人さんのとっても優しいところがうちのお兄ちゃんにそっくりだわ。まあそれは両方俺が操作してるからな。聞き込みが必要に、ルイーダの酒場がある大きな宿屋に行けば誰か知ってる人がいるかもしれないわ。さっき行きましたね。なんか、繋がるように行けますね、今日。まあ、オーロラ布の木でね、結構な貴重品です。素材なので手に入れる価値がありますね。大丈夫かお前。てか俺。僕はこんな田舎で暮らしてきたけど、山のふもとにある都会の洗礼を受けて、こうして生まれ変わったんだ。見てくれ、このほとばしるカリスマ性を。青いツンツン頭なんてもう古い。これからはこのカリスマヘアの時代だよ。お前喋れなかったろ、はいといいえしか。そもそも。今まで気がつかなかったの、彼の魅力に。こんなやついなかったじゃん。6プレイした時、こんな服のやつ。なんかこの村に来た途端、みんなにジロジロ見られているような気がするんだよな。なんでも俺によく似たツンツン頭のやつがこの村にいるんだと。確かにカミューちょっと似てるんだよな、6の主人公に。俺もなんか言ったことあるかなと思うんですけど、なんか似てるんだよな、カミューって。多分ベースにして作ってるのかな、6の主人公。これは面白いですね。うん、これは面白いボケですよ。いや、なんか見せてくるな、なかなかこの小ボケを。あ、じゃあ、とりあえず、立夏の宿屋行きますか。ここ、繋がってなかったっけ？通れないようにしてんのか。あ、もう、ややこしいから行けないようにしてんだわ。どうやって行くんだよ、ここの人、こっちに。大丈夫か、こいつ。どこか頼りだけだった村の青年がすごいカリスマ性を持って帰ってきよった。精霊の祭りどころではない。カリスマ祭りじゃ。カリスマ祭りを追っ始めるぞ。まあ、とりあえず、リッカーの宿へ行こう。こいつなんとかしないとダメだわ。ラーの鏡かなとも思ったんですけど、ラーの鏡じゃないのかな？なんかそんな感じじゃなさそうですよね。ここ全然進めてないけど、俺、大丈夫かこれ。10。10、俺全くやってないんですよね。
オンラインゲームでもう今更始められないんだよ。結構ドラクエ好きみたいな公言しておきながら、天全くやったことないんですね。ずっと遊べるドラクエっていう名目なんですが、天って。どうしたんだ？何、正体を暴けるようなものについて何か知らないかだって？妙なものを探してるんだな。そういえば俺の知り合いが旅先で、暴き草ってのを見つけたと言ってたっけか？知り合いの魔法使いなら見えざる魔人の道っていう洞窟にいるぜ。今頃は地下3階くらいにいるんじゃないかな。見えざる魔人の道。見えざる魔人の道はまだ解禁されていないですね。うん、見えざる魔人の道はまだ解禁されていない。で、今回得た、情報は、風邪薬。あ、そうだ、風邪薬もらおう。危ない危ない。今ちょっと整理していて。天使会じゃない。ちょっと風邪薬もらっとこう。忘れたわ。ラタトームのに、まず、ニズゼルファーを倒した後に戻ってこいっていうのと、あと、ここだ。この、立夏の王者になるためのなんかみたいなやつ。で、風邪薬は今回これで解決ですね。大丈夫かこれ。買い物じゃないよね。うん、買い物じゃないね。危ない危ない。これはあれですね。税金払わなくていいタイプの買い物です、これ。友人同士のこう、渡し合いみたいな買い物です。メルカリみたいなもんですよ、これ。税金、消費税がかからない買い物ですね、これね。国を通してないから、縛り解禁にならないタイプのやつです。だから、冒険の書がね、あと、ま、ここも行かないといけないのと、ドラクエ1のあと一つ、一番真ん中が抜けてますね。ここ多分ドムドーラじゃないかなという予想をしてます。ドムドーラか、竜王の城じゃないかなという読みなんですけど。ここは全部終わりか。とりあえずここで、ドラクエ5は終わりですね。一つずつ、シリーズが解決していきました。で、ライブの方もね、もうちょっとで、ニズゼルファ攻略になってくるので、それまでにはなんとかね、ヨッチ村の方も終わらしたいなと思ってるんですけど、風邪薬を渡していくと。これを飲めば旦那様やみんなの風邪も治るに違いないと。プラチナ鉱石を5個受け取りました。立夏の宿屋というのが本当にあったというのは驚きですね。私が夢の中で聞いた声は一体。難しいことは深く考えないに限りますよ。また頭が痛くなりますしね。はい。とりあえず、ドラクエ5のシナリオは全部完了しました。あとはあれだ。正体を暴くっていうやつだ。魔人の道みたいなところがあるから、それは多分他の合言葉なんじゃないかなと思います。サンチョから話は聞いている。今回は随分と世話になったな。サンタローズに帰ってきたら急に寒気がして風を吹き倒れてしまったのだ。まるで悪夢が映ったかのよう。みんなの風はすっかり良くなった。国王に呼ばれてラインハトという国に向かうところでな、早く行かねばならん理由があるのだ。気がかりなのは一人息子でな、いつも構ってやれず今回はまた息子には寂しい思いをさせるだろう。ラインハットの剣を終えたらたくさん遊んであげようと思っているんだ。聞き分けのいい子だが、まだまだ子供だからな。死亡フラグですね。この後、パパス死にます。ラインハットで死にますね。だからパパス結構な感じで死亡フラグ立てちゃってるんだよな。まあそれは、俺がどうこうできるもんじゃないからな。過ぎ去りし時を求めてきてはいるけど、どうこうできるものじゃない、俺が。はい、これでドラクエ5が、終わりましたかね。終わってないんだっけ？あ、そうか、ルドマンとかのやつの依頼がまだ完了してないのがあるんか。なんだっけ？ルドマンの依頼ってなんだったっけな？それ確認して、このパート終わります。なんかまともな戦闘みたいなのがなくて、ちょっとまったりしたパートになってしまったかなと思うんですが。ん？呪いをかけられ。あ、ダーマ神殿の魔物を倒そうって言ってるのか。ダーマ神殿にはまだ行けないから、なんとも言えないですね。はい。ということで、ちょっと冒険的なあれというか、なんかいろんなやりくりだけしかなかったんですけども、今日はこの辺にしておこうかなと思います。次回またヨッチ村編進めていけたらなと思います。ということで、
お疲れ様でした。ありがとうございました。